どうも、本能の小物釣り師です。本日は静岡県の管理釣り場裾野フィッシングパークに来ました。この裾野、何年か前まで時々行っていたのですが、去年の7月に、洪水で大きな被害を受けて、営業停止を余儀なくされてしまったようです。その後、9月に、復活して、それ以来の私の兆候となります。この裾野の特徴は、エリアとして広いことに加えて、2つありまして、1つは、魚がたくさんいること、もう1つは魚が大きいことです。魚の数は、少なくとも、洪水の前は、池を埋め尽くすぐらい、いて、もう場所裏もほぼないような感じでした。大きさに関してはアラフォー35センチ以上が、メインの小物として放流されていて、他に、50センチ級の、通称赤身と呼ばれる、大物が、入っております。だいたい1日やってると1回ぐらいはかかることが多いです。そんな感じで、いいエリアなんですが、さて、釣れるでしょうか。やってみたいと思います。池はひとまずマッディーポンドを選びました。裾野池はたくさんあるのですが、そのうち大物がいるのは上流側のクリアポンドと、今いる下流側のマッディーポンドです。ひとまずこのマッディーポンドで行きます。釣り方ですが、ひとまずはフライでやります。ロッドラインは3番、リーダーは 3X のテーパー、浮きをつけまして、フライは自作の爆鳥フライを主に使いました。
池を移動しました。1号池、名称クリアポンドです。その名の通り、透明度が高くて水深も深くなっております。この池、土日になると激混みになってなかなか入れないです。あと、景色が綺麗で、まあ、私もガチな YouTuber に将来なったら、まあ、裾野についてはここをメインのアングルにするのかななんて思いながら釣っているところです。マッディーポンドに戻ってきました。仮に空いてたとしても、私はこっちの方が好きかなというか、まあ、私にとっては優しいような気がします。さて、フライでは十分釣ったので、ルアーに転向しました。タックルですが、ロッドは6フィートのエキストラウルトラライト、ラインはナイロンの5ポンド、ルアーは、今はフローティングミノーを投げているところです。というわけで午後になりました。これまで、赤身ニジマス1匹確保していますし、その他にも、レギュレーション分ぐらいは余裕で釣れてますので、なかなかいい感じで進んでいます。ここで午後1の放流が入りました。
本日の釣果ですが、赤ミニジマスを1匹含む27匹でした。レギュラーサイズの魚に関しては、ニジマスの他にサクラマスが混じりまして、実感として半分ぐらいサクラマスだったんじゃないかと思います。全体の魚影に関しては、昨年の洪水前よりは若干薄めなのかなという感じはしますが、十分釣れました。今後、また魚が増えてくるのかもしれないです。まあ、いずれにせよ、本日いい釣りになりました。どうもご視聴ありがとうございました。